麗だな。あれ先輩、こんなところで何してるんですか。あ、私今からここのマンションの内見行くんです。時間あります？よかったら付き合ってください。あ、付き合うってそういう意味じゃないですよ。あの、内見にってことです。いいですか。やった、行きましょう。ここの部屋すごいんでびっくりしないでくださいね。どうぞ。見て、入ってすぐこの収納の数すごいでしょ。築12年の築浅なんですけど、さらに内装もリフォームしてるからもう新築同然ですよね。そして入ってすぐこの大きく一面の窓、最高ですね。日当たりもいいし気持ちいいな。このおしゃれな家具も全部ついてるんですよ。すごくないですか。広さは 3LDK で90平米だし、まあ私一人が住むには広すぎるぐらいなんですけど、そりゃ誰かと住めたらいいなと思ってます。ご飯できたわよ。広くて使いやすいキッチンだから気合い入れてたくさん作っちゃった。ちょっとあなたも手伝って。もう見てないで手伝ってよ。ほらこっちからも開くんだから食器出したりして。ちょっと何冷静に見てるんですか。私の新婚さんごっこに付き合ってくださいよ。嫌じゃないです。あ、お風呂も広いから、まあ、別に一緒に入っても大丈夫そうですよ。先輩見てください、このお部屋も広いですよ。そしてこちらウォークインクローゼットも広いんです。ここに住むってもう想像するだけで未来が広がるというか人生変わる気がしません。この素敵なポイントまだまだあるんですよ。なんとここペット科なんです。私猫は飼いたくって。先輩も猫好きなんですか。あとですね、ここリビングは床暖房なんですよ。床暖房ってすごく嬉しいにゃん。にゃん、ここに住めたら幸せだにゃん。鎌倉に住むのって憧れますよね。閑静で風情があって。ちなみにここ鶴岡八幡宮まで徒歩 3,40 分ですよ。目の前は公園だし、ここで同棲とかしたら毎日がデート気分ですね。相手なんていませんよ。鈍感ですね。このお部屋気に入りました。住みたくなっちゃいました。作戦成功。住みたくなっちゃったなら仕方ないですね。一緒に住んであげてもいいんですよ。琴の趣があっていいですね。先輩